1977年ブリティッシュエアツアーズボーイング707離陸失敗事故は1977年3月17日にパイロット訓練中だったブリティッシュエアツアーズのボーイング707がグラスゴープレストウィック空港で離陸に失敗した事故。乗員4人は全員無事だった。事故機のボーイング707から436は1960年に初飛行を行っていた。 製造番号は17,712で4機のロールスロイス車製、コンウェイ508エンジンを搭載していた。1960年9月29日から英国海外航空で運用され、1971年12月に BEA エアツアーズに移籍し、最終的に1974年4月1日からブリティッシュエアツアーズ所属となった。事故機の乗員は、 計4名で、副操重視訓練生と、機長、航空機関士役として、機長訓練生。他に、機長訓練生の監督官として、副操重視1名が、機長の後ろに座った。副操重視訓練生が、右の操縦席に、機長が、左の操縦席に着いた。プッシュバックとエンジン始動手順を行った後、機長は、完成からのオフ情報を離陸を担当する。 服装重視訓練生に伝えた。風の予測は18ノットから35ノットだった。この訓練飛行に便名はなかった。この日はエンジン一機喪失を想定した離陸訓練だった。管制官から離陸承認を受けた後、ジーアフックは滑走路31に移動し、訓練生によってエンジン最大出力で離陸を開始した。 機体速度が VR に達して離陸したところで、機長は第一エンジンのスロットルを閉じて第一エンジン故障と言い,い、訓練生は了解と応じた。訓練生は方向打に左ドリムを使い、機体は20、30フィート上昇した。そこから機体は降下し始め、左主翼が20度落ちて第一エンジンが滑走路31の左の円を打った。 機体は次に右にヨーイングしつつ、右にロールして沈み込み、第四エンジンから地面に接触した。機体は滑走路上で機種がさらに右に触れて、横向きに滑り、全エンジンが脱落し、こ着装置が折れた。滑走路3と滑走路21の交差点付近で、機体は停止して出火。外部の火はすぐ消し止められたが、内部の鎮火には、約50分かかった。脱出の際に、 乗員一人が負傷した。アイブは事故翌日から調査を開始した。フライトデータとコックピットレコーダーから同期がエンジン故障を想定したエンジン再始動、または停止手順の訓練中だったことが分かった。アイブはその際に乗員の対処が標準により緩慢だったと指摘した。通常なら、パイロットは故障したエンジンに1秒半で対処しなければならないが、 服装重視訓練生は2から3秒かかっていた。1年4ヶ月間の調査後、アイブは1978年9月に最終報告書を発表し、事故原因を離陸時の外側エンジン故障を想定した訓練において修正操作の遅延により制御を喪失したこととした。事故機の G やフックは事故と火災により修理不能な損傷を負い、1978年に 除籍、1979年に解体された。ありがとうございます。